マジでまたもう、僕は無言なだけじゃなくて。え、ほんまに無音これ。マジですか？聞こえるでしょ？僕今真下向いてて全然配信してることに気がついてなかったんだけど、無音って言われてびっくりしたんだけど、無音っていうか無言だったんだけど。なめたけ学園、なめたけグループのね、まあ、なめたくてグループなんだけど、ね、みずきちゃんがね、宇都宮で元気そうにしてることが分かってよかったです。しかも僕ね、東京で3回ぐらいしか読んでないのに、まあまあ、20万ぐらい使ってるけど、うん、まあまあ、だから、この給料的には10万ぐらいにしかなってないかもだけどね。優しいね。半年以上ほったらかしてんのに、普通に LINE 答えてくれるよ。ええ子やわ。AV 女優なんだけどな。本当は AV 女優なんだけどね。僕には AV 出てないって言ってたけど、僕は AV 出てるの知ってんだけどね。もう知らんことにしとこうと思って。AV 男優コースもできるらしい。動画撮り放題コースらしいですけど。そんなんまで。すごいなぁと思って。親にバレたらどうすんねやろ。どうすんねやろね。そう、やっぱこうね、そんな地方の店行くと、それ余裕でナンバーワンになるわな。っていうかね、口コミ情報局っていうサイトの、お姉ちゃんランキングの1位だわ。そらそうやわな。新宿渋谷界隈でやったら、まあそこそこぐらいかな。そうそう、みずきちゃんね。通に点々のみずきちゃんね。そこそこかな。で、AV 業界だったら、単体はちょっと厳しいかな。企画のメイン女優かな、ぐらいな。うん。でも全然僕的にはね、すごい可愛いし。アイドルと、さほど差はないのよね。うん。ちょっとコミュ障で、デブ障で、ちょっとぽっちゃりしてて、もうやんだーって言ってしまうだけで、もうほんま紙一重、もうね、その辺のアイドルと紙一重の子が、まあ、風俗界行くとああなんのかな、みたいな。AV 女優行って風俗行ってああなっちゃうのかな、みたいな。本当はもうね、21人ぐらいなんだけどね。まあ、一応、宇都宮では20歳になってるね。東京では18なのにね。東京で18歳なのに、宇都宮行ったら20歳なんて、次違うとこ行ったら何歳なんねやろみたいな。うん。でも日記は山ほど書いてあるけど、ね、日記に上がってる写メね、やっぱ可愛いわ。あれは可愛いわ。そら、宇都宮で1位になる、1位になるわ、そら。まあ、栃木県の1位だからね、そら。関東でも上位に食い込めるレベルなのにね、なぜ今宇都宮に出稼ぎ行っちゃってるのかよくわかんない。僕はもう、パッと、僕が見て分かるぐらいだから、他のお客さんもね、パッと見たら、ここにおんねや、今、みたいな、分かるんでしょうけどね。まあ、本人も隠してないやろけどね、もう別に。あれは隠せないわ。あんだけバンバンね、上位って言ったらね。かわいい。またそのね、キャピキャピとしたわざとらしいアイドルした可愛らしさじゃないとこがまたね、可愛いんですよ。読んで部屋来るでしょうね。うふふふとか言いながら、あ、しんどーみたいな。で、もうやんだー。なんでそんな田舎言葉喋んねんみたいな。何田舎モンチックなふりしとんねん。まあまあ、都会っ子ではないけど、そんなに田舎の子でもないやろ、あんた、みたいなね。そんな子がね。さえ出したらね、あんなことやそんなことやこんなことまでできるんですよ、もうマジで。もうなんちゅう世の中なんですか、ほんまに。あんなことやそんなことやそんなことまでこんなことまでできちゃうのよ、お金払えば。わかりますね。ねえ、ほんとに。お金って怖いよね。
ちょっとお金払ったら、そんなことこんなことそんなことどんなこんなことまでいいの、この子はこの子はこの子はっていうことまでねできちゃうのよね。その辺の子やったらそうなんで悪くても、こんな子がみたいな、じゃほんまアイドル紙一重やからね、あの水木ちゃんはね。このお姉ちゃんも可愛いな、このお姉ちゃん若かった時は可愛かったよな、でも年取っちゃったからな。もう女性って残酷よね、ね、女性の年齢って残酷よね。若くて可愛いうちはまあそこそこでもなんかチヤホヤされるのに、どんどんそれがなくなってってね、もうそこそこじゃもう誰にも愛されないって、どんどん淘汰されてって、あれの果てにね、可愛い子でさえももう年取るとちょっとね、ダメになっていくんねんから、こう年齢年ってすごいねこう残酷だと思うわ。だわ、まあまあ23歳ぐらいで一番輝く子も中にはおるけど、やっぱね一番やっぱ女の子が可愛い年齢ってやっぱ16、17ぐらいじゃないですか。やっぱ17歳セブンティーンってのはやっぱ一番ね女の子の輝く年齢そうですよね。その17歳の時はね保護されて、なんかこうなんかもうセックスしてもいけませんみたいなね、風俗はダメね、結婚はまあまあ結婚やろうもたできるけどね、そんなもんあんなもんダメこんなもんダメって未成年っていうくくりに入れられてよ。だって一番輝いてる時期なんだから、その時に一番しとかないともったいないだけじゃない、もったいないだけですよ。17の時にいやもうあれもこれもそれもダメ、うわーって16歳やっちゃうから、女の子一番輝くのにね、それを風俗はダメあれはダメこれはダメ言うて、18になったらもうそっからもう落ちていく子の方が多いんだから、どん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 ね劣化してっちゃうんだから、もう一番おいしい時期をね、もう一番無駄に過ごしてね、一番金もなくて。で、まあ、18区になって、まあ、18区で輝く子もいてるけども、まあ、20歳超えたら終わっちゃうからね、もうそっからもう、下り坂は早いからね、みんな気づいてないかもしれんけど、まあまあね、その年になってきたら分かんねんけど、あれって思うのが、やっぱり21になって、あれ？あ、なんで、なんか最近私、あかんな、調子悪いなって思う頃合いですよ。まあ、最悪ね、ちょっと遅れて22、3で来ることもあるけど、もう24の段階で、ある程度モテ期到来して、そこでチャンスをつかんどかないと、もう後ないっすからね、マジで。マジで。だから、今の嫁はだって僕ギリギリ10代知ってるでしょ？前の嫁はだってギリギリ24、あれもロリロリやったから24でもいけたけど、あれギリギリのラインやからね、24で。その前の嫁は、でもあいつは24、あいつも24か一番最初知ってんのは。その前知ってたんか、22とか知ってたかな。だって22の頃にルーズソックス履いて、お前は女子高生かっていうようなね。そんなのを言うやったからね。その前の嫁も20歳でしょ、ギリギリよ、そのラインでもうね、ある程度、蹴りつけとかないと、もうその後はね、落ちていく一方だからね、かわいそう。まあ、男もそうなんだけど、男は別にね、見てくれなんてどうでもいいじゃないですか、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ男なんてね、ブサメンでもね、お金さえなんとかなりゃね、なんとでもなるわけっすよ、マジで。恋愛にしたって結婚したってね、ちょろちょろっと、まあまあ、普通そこそこで、まあちょっと喋れるか、なんかできるかね、なんかあるか。ちょ金あるか小銭持ってるかぐらいで、なんとでもね、もう女の子はそうはいけへんからね。いやまあすっげえ金持ちセレブの娘とか話は別よ。そうじゃない限りね、まあ、そこそこ持っててもやっぱ女の人ってこうね、男はやっぱ見てくれで一発目入っていって、若さ見てくれね、でまあスタイルでいくから、もうその辺がちょっとでもブレ出したらもう女の子はもう悲惨よね。かわいそうだと思う。残酷だわ。本当に残酷だわ。思うわマジで。まあにしてもね、水木ちゃんかわいいわ。ほんまに一歩間違ったらアイドルやったんやろな。もうスレスレアイドルやったんやろな、あの子。もったいないわ。まあもったいないっていうか、まあね、だからこそまあ3万ぐらい出せば、2万3万出せばね、会えてしまうんだけど、2万3万出せば会えるんやからね。会って手握って泣いたら、あんなことやこんなことそんなことできんのよ。マジっすか。
マジっすか、もう、もう、まあ、ええ時代やわ。ええ国に生まれた思うわ、ほんま。ちょろっと金渡せばね、そこそこの子がね、あんなことやそんなことやこんなことできんのよ、マジで。マジで？はぁ。はぁ。ああ。うちの店にも面接来へんかな、そんな子。うちの店の面接いつ来んの？もう早く掲載してよ、もう求人。求人とか集客の方も。もう待ってられないわ。マジで。待ちきれないわ。どうやったらこんな子らと絡めんねやろ、マジで。もう僕の多分ね、普通に生きてたらもう僕の人生だから、そんな子らとね絡むことはなかったんやろうけど、ちょっとね、これから18個を中心に集めてね、うん、最後に一箱咲かせますよ。さっきうちのその、まあ、嫁じゃなくてね、うちのあのお姉ちゃんに、お姉ちゃんとちょっと明日の話してしながら、ちょっと1時間ぐらい、小1時間ぐらい、じゃあ1時間ぐらいか。でも喋りって、そんなこと言っててんけど、うん、意外やわーって言われた、逆に。いや、意外っていうか、俺やんでたやん、マジで。あ、そんなんやんでたっけ。で、ね、そのお姉ちゃんの、あの、ふとした一言でね、ちょっと救われたんで、いう話をして。ほんまに言ってたけど、ほんま。あの時あそこであれ言われてなかったら、多分店もしてなかったし、踏ん切りもついてなかったし、なんなんやろな、なんなんやろな、自殺してたかもしれないな自殺はせえへんけど、なんかもう何、それこそほんまに未成年のね、あの最近ツイッターでよくね、あの未成年の子があの援助交際してるみたいなコメント、あれ DM くださいみたいなんじゃないですか。あれほんまかどうか知らんけど、あんなん言ってもしかしたらね、もう捕まってたかもしれないです。18歳未満と知りながらね、お金渡してみたいなしてたかもしれない。こいつは何もんないやなんか俺の顔見に来てんけど、気持ち悪い、何こいつ。だからチラッと俺の顔だけ見てどっか行ったけど、何、俺の顔確認してけ、お前は。ちょっと気持ち悪いから、ちょっと車動かす。やばいやばい。どっかのドライバーの集まりの場所なんやな、ここ人の放送の枠に入るなよお前映ってもとるぞ、俺の顔見に来ただけか知らんけど、まあ、この辺ホテルがいっぱいあるからね、読んのかな。10代のこれからね、うん、稼いでくれてくれるね、17、8の、うん、原石をね、なんとか原石を他の人より早く探し出してね、その子を自分の店の子にして育てて教育することによって僕は儲かるわけですよ。わかります、ね、そんなね、あの、まあ、使い古されたね、21、22ぐらいの子はもう色がついてて扱うのもめんどくさいから病んできとるし、ね、それよりも17、8ぐらいからまだまっさらで、私右も左も分かんないですっていう子をね、自分の店の色に染めるとね、一番逃げやすい、うん、予想を知らないからこういうもんだ、
その間にいろんなスカウトとかね、他の店の店員だけだったらいいけど、他の店のオーナーとかね、店長とかがね、引き抜き合戦でいっぱい出てきてね、来て口説かれていってね、まあそれに屈していく女の子も出てきますよ。もうそれは仕方がない。うん、うちは比較的おらんかったな。だってほんまにあのスカウトでもよその店のスタッフでも何でもええから、金払ってくれたら何でもええやん。それでお前がそっちの店がええわ思うてそっち行けよ。別にいいよ、それを決めんのお前やん。ぐらいの勢いで気持ちでねずっとやってたら、結構引き抜きは覆ってたはずやけど、みんなねうちには残っててくれてたな。まああの給料がいいとかそんなんじゃなくて、なんやろ、やっぱ女の子の意見も聞きつつ話も聞きつつ、ね、あかんもんあかんって、まあアホやろって言うし、ね、やっぱあの女の子のなんかあった時にはね、もう真っ先に、助けに行くし、そういうところのじゃないかな。今時のその雇われとかやったら、もう女の子が何、えらい目を追ってても、110番せないくらいのもんでしょ。てかどうしていいか分からへん、ほったらかしいみたいな。そんな一番あかんからね。もうとりあえず顔だけ 見にでも、もう必死こいていかんと。どんな状況なんてか分かんないんだから、それさえ分かればね、無事さえ確認できればまあいいけど、無事じゃないとか一番怖いからね。まあちなみに今日ね、結構大手のあのあれですよ、あのラブホテルグループ店の一番近いとこ電話して、ここら辺でコーナーにさせてもらって、コーナーなんですけどここでって言ったら、あそれで持ってきてくれたらいいよ、うちこの料金ですからそれでいいのみたいな、マジ、え、それでいいんすかみたいな。いや、どこどこさんはこれでやらせてもらってますけど、ああ、うちこれでいいよ。マジっすかみたいな。土日料金、ああ、そんなうちないねん。マジっすか。結構大手のラボホグループの、結構そこ綺麗なとこなんですよ。で、うちの近所の南波の中にも2店舗あるし、道頓堀にもあるし、戸賀野町にもあるし、あとどこや、生玉にもあるし、だナンバーの中に2店舗でしょ、生玉に1店舗あるでしょ、で日本橋 の道頓堀に1店舗あるでしょ、で戸賀野町梅田にもあるでしょ、もうこれだけで5店舗のラブホテルとね、まあそれ以外のその他にもあの店もその料金でいいから、マジでほんまに言うてると思うよ。提携ではないかね、あくまでも割引チケットを店が出してるだけのことやから、提携とかしたらダメなんです今ね。不営法上ね、僕らは無店舗型の、性風俗特殊営業なので、こっちがね場所指定したら店舗型になっちゃうんですよね。店舗型営業の許可取れよって言われちゃうの、取れないのにね。じゃあそれは無許可営業ですってなっちゃうので、だからラボホテルと提携してると言ったらダメなんですよ。本当は厳密に言うと提携もダメだしね、紹介はいいとしても、まあ紹介ぐらいまではいいかな、ここ安いですよぐらいは言えねんけど、指定もダメだ、指定系もダメなんだから、ちょっとそのラブホをちょっと今目の前通ろうか。ここにも1店舗あるはずだから、これ大体ラブホ、あーもうここだけどね、大体これ見たらもう分かると思うけど、どことうち提携してるんだ、提携っていうか、ね、まあ、提携やけど提携言うても取り、提携言うたかんねん。あ、こんなお姉ちゃん働いてくれへんかな、マジか、あんなお姉ちゃんうちにも来へんかな、面接マジで、あれやん猫の子かなそこにやん猫谷木よりかきっとやん猫やろな、あんな可愛い子、ああいう可愛い子はね、やっぱ大手ホテルグループの子なんよね。うちもうちょっと給料上げれんのにな。あ、今谷木に 2店舗あったんじゃん、2店舗あるやん。あ、そう、ガイアディアーナか、ここも俺昔よ使ってたな、ガイアディアーナ、うん、ブロッコリーはあんま使っていかなかったな。ブロッコリーなんで使わへんねんの、ブロッコリーどっかのホテルと提携しててなかなか部屋空いてないのよね、ここ、うん、ああそうか、これもだんだんなんかすげえどんどん本格的になってきちゃったんだけど大丈夫、俺すごく本格的になってきちゃったけど大丈夫かなこれ。
前ん時より本格的になってきたな。前あんな巨大店も巨大店の巨大グループやってた割にはラボホの提携なんかほとんどしなくて、まああのグループやったんで、グループ店の中にラボホがあったんでね、もうそこのそこ入れたらええやんけ、もう他と提携せえへんぐらいの勢いやったけど、いいのこれ、これでこんなんでいいの。まあだってうちね、どっかと提携してるわけでもないしね。ラボホー の, あのフロントとそういう交渉事をしてたのにいつも言われんねんけど、どっかのグループさんってあのなんていうの、クラブさんって、クラブさんの意味が分からへんねん。何クラブって何と思うねん。いやいや、うち単独ですよ、4店舗あるけどっていうだけで、どうぞどうぞみたいな。いやだからもう今までのところと話したでもう知ってるやん、もうなんやのよんやけど、あ、新規のオープンしたところからのあれなんや。ほんでちなみにこの間道頓堀 の, あの系列のお店使わせてもらったんですけどっつって、その客をね、その時ね 4,5,000 円払ったらしいけど、うん、これからうちを通せばね、その半額以下で60分休憩で 2,100 円で使えるからね、うち、うん、あのグループ店の綺麗な部屋が 2,100 円で使えるからね、うちは。おうよ、ね、やっぱね、そういうもんなんですよね。だからラボホさんもね、仕事欲しいし、ね、客は欲しいわけで、それをある程度ね、うちから流してもらって、しかも客から取りっぱぐれても店がホテル代払ってくれるから、ホテル代の取りっぱぐれっていうのがもう絶対ないから、うん、ね、でお店の名前だけ言うと電話番号だけ言うといたら、もうそれで、うんね、まあ、別にそれはね、こっちが確認書出す必要本来はないからね、別に。まあ、まあ出してって言われたとこもあったけど、この間提携してるわけでもないから、だってそんなんでいらんやろ、確認書出せよ。だって別に出せるけど、コピー5枚ぐらい取ってるから、ね、出せ言われなかったけど。次枠、次枠なしです。次枠あってもいいけど、結構頑張って喋ったよ、30分。みずきちゃんの話して、みずきちゃんの話でほぼ20分以上喋って、後半ラボホーの話して、今日ラボホーね、チェーン店ちょっと今料金交渉して、うちのお客さんと長男の子が使うときは60分2100円で使えるんです、全店。そこ普通に使うたら 4,5,000 円取られるホテルなんですけど、その何の差かって言ったら、やっぱりね、普通のカップルで行くとね、そこでなんか食べ物頼んだり飲み物頼んだりカラオケ頼んだりなんかキャ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 するじゃないですかね、汚すしね、それも込みの料金だから 4,5,000 円なんですけどね、もうデリヘルとかで行くともう時間決まってるしね、飲み物食い物なんかその頼まないでしょね、そのサービスも使わへんし、あとはもう回転だけしてみたいな、うん、だから2100円っていう。いつもラボホの写真ツイッターに上げてるね。上げてる？え、ツイッターに上げてないよ。ラボホの写真なんか全然。ああ、部屋の中のね。あ、はい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 。あそこも一応ね、提携してるよ。提携歌かんけど。あそこはね、ちょっと汚い。あそこちょっと汚いのよ。あそこも提携してるよ。2100円安いでしょ。ちなみに汚い方は2200円ですよ。昔1500円で提携してたのに、お前この間その話した足元見やがって2200円で高なったなぁ、お前、まあ、ええけど別に、昔うち1500円でやってたけどなぁ、まあ、改装したから料金上げたんかな、まあ、別にそんなにね、いっぱいラボホー使うあれないかなぁ思って、またどちらでもええわ。なんでラボホばっかり泊まってるのかと思ってた。あー、泊まってない。ラボホに僕泊まることはないです。全部休憩です。24時間休憩です。提携の話しに行ったりとか、あとはパネル撮影行ったりとか、ね、仕事で行ってるだけです。決してデリヘル呼んでませんよ、僕は。デリヘルおじさんって呼ばれるようなぐらいデリヘル呼びたくってないよ。今日呼んでよ。今日呼んで、デリヘルおじさんって、そんなん言われたことないわ。そんな
なこと言われたことない。さあ今から呼んでください。さあ60分でいかがですか。さあお電話どうですか。いかがですか。ほにゃららさんって本名で呼ばれたし、この間LINE は怖いね。 LINE 教えたらあかんね。 LINE でやり取りしてると本名バレとるだろう。本名バレとるのはやばいわ。女の子はね、あれなんですよ、あの本名、最初作るとき、アカウント作るときは本名なんだろうけど、後で変更してるんでしょうけどね、プロフィール編集してるんでしょうけど、デリヘル嬢に多いのが、本名の頭文字だけ、例えば、かおりちゃんだったら、か、めぐみちゃんだったら、め。なんなんこれ、なんで1文字ってどういうことみたいな。まあまあね、親兄弟とかもおるやろうからね。違う名前やったら親兄弟に変に思われるしさ、でも丸々やってたら客に本名バレちゃうしさ、女の子大変よね。大変思うわ。そうだ、 LINE やり取りしてるね、お姉ちゃんね。か、誰やねんかって、目って誰みたいな、ね、大変なのよ。いろいろ苦労しとんねん、アホアホなり、あ、底辺は底辺、はいはい、言うたらね、あわこ切れる、ね、なかないね。次枠いきます。次枠いくよ。まだ2分あるやん。全然余裕やん。何よ、もう2秒かな思って次枠いきますよ。だから枠切れるって、まだ2分もあるじゃない。15秒切ったらもうわーかーの思うけど、15秒あったらまだ全然締めれるから、ね、大丈夫大丈夫。だ、勉強部屋も提携しに行こうかな。あと重曹と京橋と桜の宮もホテル探そうかな思ったけど、今んとこね、戸賀野町、梅田の戸賀野町と、今見てきたあそこの生田間谷宮と、南波中と道頓堀日本橋ね、こんだけ押さえてたら十分よ。うちの定型ホテルどこどこです、え、兄ちゃんとこ結構ええホテル使んでるんだなみたいな、でも値段ほんまこっちの方が安いねんけどみたいなね。金屋ざっすー。あー、仕事場で疲れた、マジでか、お疲れ様です。え、そう、優秀やね仕事、響きやね、うちのね枠にも帰ってね仕事してる人いるんだからね。もううちの枠の9割ぐらいが何、中卒無職の引っこもり童貞ニートなんだから、ほんと嫌になっちゃうね。うわ、車乗っとんな、あのおばはんあんな格好で車乗っとんな、あんな車で何場所になんのよ。やなんかやらかしたんか、なんかあれも元風俗嬢っぽいなちょっと知り合いに似てるとこは嫌やねんけど、あんなでかい息子おったかな、かもしれない。まだ枠を続けてほしい、続けてほしい。次枠でいくよ、次枠で。50円もったいないから、50円ね。50ポイントもったいないから、みんなのポイント貯めて、また還元しないといけないから、ね、次枠でいくよ。お腹いっぱいなんだが、さっきのラーメンセット食って全然お腹減らないわ。昨日も言うかな、今朝方も明け方ラーメン食うたのに、またラーメン食っちゃったわ。もうどんだけラーメン好きやん、一日何回ラーメン食うねんわし。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。マジで札幌寒いの？大阪暑いんだが、もうね、じっとしてても汗かくぐらい今日暑かったよ。明日は風俗デーだから、明日は風俗デーだから、明日お店開けるから。